16日目となりました。16日、まあ柔軟をねこう続けてきて思うのは、なんかね、朝起きた時の、まああと1日過ごした時の足のむくみ方というか、足のだるさがやっぱり少ないかなっていうのはすごいあるなっていう風に最近感じるようになってきました。むくみが少なくなったかな、足のね、それはちょっと感じてはいます。結構なんか血流が良くなってるからなのか、すっきりしているような感覚っていうのはあるかなっていう感じ。うん。ストレッチスタート。最初の頃に比べたらやっぱりこの股割りの時結構実感するかも。最初の時より結構柔らかくなったなっていうの。うん。ちょっと逆に肩周りがなんか凝ってるかもな。まあでもこれは相変わらずかな。ひっくり返っちゃうとこだったよ。どうだ。危ない危ない。ちょっと冷や汗出そうになっちゃった。よいしょ。なんかでも今日ちょっと痛気持ちいいかも。いつもなんか痛ててててててって感じなんだけど、今日はちょっと気持ちいい。ちょっと気持ちいいかもよ。どうだい。おお、コリってなった。おお、うー、あーあーすげえ、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 あーすげえ状態。伸びるかもやっぱり。あーあーあー気持ちいい、ああ気持ちいい。ああ股関節周り気持ちいい、ああ気持ちいい、ああ気持ちいい。あの本当に石井さんの YouTube の本当に頼りになる時でところは、こう呼吸が止まりそうになっちゃうタイミングで呼吸を忘れないでくださいってね、石井さんがおっしゃってくださるんですけれども、それがねすごいありがたいですよね。あまあ私の場合呼吸っていうかもう喘ぎ声なんだけどね。どうだい。ふくらはぎ男だよね。あ恥ずかしいよ。パンパンだもんね。あーすごい、あーすごい、あーすごい、あーすげ、あーすげ、あーすげ状態。よいしょよいしょよいしょ、あーすげ、あーあーあーすげ、あーあーあーコリコリする、あーあ、コリコリする。カエルストレッチだね。よいしょ。あ、でもやっぱり広がるかも。すごい。カエルストレッチの時の広がり具合すごいかも。あ、あーすごい。あ、あれ、あれ、なんかここの広がり方がすごい。ここの広がり方がすごいかも。ここの広がり方。ここがすごい広がる。前もう痛すぎてギチギチだったんだけど、結構広がってる気がする。結構広がる。うん、結構すぐ広がっちゃうのよ。分間開脚頑張ってこう。あれでも今日ちょっと硬いな。カエルストレッチがすごい良かっただけに、なんか1分間開脚が硬い気がする。今日結構硬い。
ああすごい、ああすごい。カエルストレッチはすごかった。あ、でもやっぱカエルストレッチすごい。カエルストレッチすごかったんだけど、この開脚があんまりかも。うん、おお、おお、YouTube 止まっちゃったね。こうなったらもう自力で振りまくろう。あと30秒くらい振っとこうね。10 9 8 7 6。ああもう無理。ストレッチしてる時の私の広がり方、波の前髪系の火じゃないよ。